皆さんこんにちは、ワンダルゲルビジです。では今回は大戦略大東亜攻防出塁日本軍プレー続けていきたいと思います。前回はジブラルタル海峡をうまく奇襲で損害少なく攻略できましたので、多少資金コスト余裕が出ています。第2次バトルオブブリテンをプレイしていきます。まずこのマップなんですけども、航空戦がメインになるので航空機を充実させた編成にしてあります。それと艦隊も少し出てきますので、新山これには魚雷を積んでいます。あと潜水艦が、まあ、多少的出てくるので、潜水艦対策として耐水攻撃機、これを用意してあります。では進めていきましょう。作戦開始です。地中海よりイギリス軍を駆逐した日独伊同盟軍はイギリス本土上陸計画を再度決定した。日本ドイツイタリア対イギリス空軍の航空戦第二次バトルオブブリテンの幕開けである。では始めていきましょう。このマップですね、イギリス軍側には根拠地というものがないので、潜水艦あるいは高高度爆撃機を含めて全機破壊する必要があります。味方のはこちらの方に本拠地で、敵の方に飛行場が1つ2つ、そして港が1つ2つとありますので、これら全部占領してかつ全ユニット破壊というのが攻略条件になります。では進めていきましょう。まずは航空隊から出していきます。敵の航空戦力との、航空決戦がね最初にあります。で、敵の飛行場をうまくこちらが使いたいので、飛行場はですね、輸送機で歩兵を運んで敵の飛行場を占領するっていう作戦でいきたいと思います。ではまず敵の航空隊とぶつかりましたので、これ撃破していきましょう。味方イタリア軍ドイツ軍とも連携して進んでいきます。数が相当多いので消耗戦になるのはまあ仕方がないのかなというところですね。で、この間に我々はですね、輸送機を確実に敵航空基地の方に運びたいので、そこだけね、間違いが起きないようにしていきたいと思います。では輸送機発進していきます。輸送機には護衛をある程度つけてですね、まあ、確実安心して、敵基地までねたどり着けるようにっていう配慮はしてあげたいと思います。では輸送機をまずは敵基地の方にスルリスルリと気づかれないように動かしていきましょう。絶対にここはバレてはいけない。あとですね、新山もこれは魚雷を積んでいるものですが、バレないようにね、敵の艦隊が現れるまで持ちこたえましょう。ではまず第一波攻撃ですね、お互いに繰り出した感じがしますので、ここからいよいよ輸送機を進出させる戦いへと移っていきましょう。余力の航空隊はまだ出しません。では輸送機ね、近づけていっています。このまま敵に攻撃を受けないまま歩兵、まあ、空挺兵になりますけどね、これをうまく近づけていきたいですよね。さあ、では航空隊ですね、これが早くも敵飛行場の方に到着して空挺兵を出していきましょう。できるだけ早くここは占領済ませたいですよね。2ターンほどかかるような感じがします。ここを守るように陣形を作りましょう。まだ敵の艦隊発見できてませんが、新山も臨戦態勢に入っておきます。味方の戦闘機部隊はですね、まあ、あの敵のイギリス軍の高性能戦闘機の前にかなり苦しい戦いになってるんですけども、一方でイタリア軍ドイツ軍の友軍もあるので、これと連携しながらですね、なんとか追い払っていっているという状況です。必要に応じて生産を増やしたりしましょう。あとここにね、敵のエースがいるんですよね、チャームゼーフ・ジョンソン、まあ、これを撃破するタイミングは要注意ですかね。偵察機もそろそろ飛ばしていきます。
敵の艦隊がまだ発見できていないので、敵の艦隊を発見し次第新山の魚雷攻撃部隊を投入していきたいと思います。空挺兵による占領は続行します。次ですね、さらに占領を進めていきたいので、次の拠点に輸送機、ちょっと危険を伴いますが先行させます。港ですね、ここも占領していきましょう。ここに XE 型、駆逐艦ですかね、それとも潜水艦のようにも見えますね。潜水艦から発見してますね。これは飛空艇で爆雷を投下して撃破していきたいと思います。まだ XE 型ですね、今普通に攻撃できたので、もしかしたら駆逐艦かもしれないですね。ちょっと勉強不足ですみません、駆逐艦だと思います。でここは敵の飛行場を占領したので、いくつか航空機路隔してます。ありがたいですね。飛行場の占領は進めます。あとは都市の占領も進めて資金を確保していきましょう。危険を伴いますが、次の飛行場に占領するために部隊を送るというところで敵と遭遇。ただこれは敵の揚陸艇ですね、これであれば問題ないので、まあ、早めに魚雷を使うのはもったいないですが撃破しちゃいましょう。新山の魚雷攻撃です。ここも XE 型撃沈してます。ここにいるのがウガンダ型、これは駆逐艦ですかね、これも早めに撃破しちゃいましょう。新山に魚雷積んできたのが大正解でしたね。魚雷であれば敵のね艦隊叩くのが容易ですからね。では2つ目、ここ海軍基地占領です。ちょっと危険を伴いますが、3つ目ですかね、海軍基地としては2つ目、これの占領も始めていきましょう。あそこにも敵の船がいますね、あれも潰したいな。ちょっと新山無理してでも進出させて魚雷攻撃を加えていきましょう。 E 型、これを撃沈です。ここまでむちゃくちゃ順調に来てますね。実はリハーサルの時はですね、敵の潜水艦を見失ってしまって、まあ日もさちもいかないと、一度潜水艦見失うとですね結構しんどいんですよね。そういう展開になってしまったんですが、今回は今のところ見失ったものはいなそうかなと思うので、早めにこの飛行場をねもう一つ占領して敵の潜水艦を基地にしなくて済むっていう状態をちょっと作り出したいなと思っています。ではもう一つの飛行場も占領に入りましょう。これで占領がほぼほぼ進んでいってるっていう状態ですね。では海軍基地占領です。残っている敵の飛行場に敵部隊ちょっと殺到し始めている状態なので、一度ですねうまく敵の航空戦力を潰してしまいたいと思います。敵の航空隊殲滅したら飛行場の頭上は抑えちゃいましょう。これで直接攻撃を受けることがなくなって歩兵がね守られるんじゃないかなという期待ですね。すぐに行くぞ。敵殲滅する。はい、特に苦戦することなくですね、全ての敵部隊今回撃破できました。
一応爆雷を装備した飛空艇も用意しておいたんですが、出番なしでしたね。リハーサルの時はですね、この潜水艦がなかなか発見できずにむちゃくちゃ苦労したので飛空艇を用意したんですが、今回は特に苦戦の様子なしでクリアできました。では次回またこの続きをプレイしていきます。